キューラウンド。鬼がかりも見えました。やり襲来した。あーベラー、よしよしよし、おい俺は絶対抗う。はい、残念。オッケー、エグロとなってる。おー、何何何何何何、やったやった、3000発買って。うわさあ、でも見事3000発ゲットプラスラッシュということで、はい、今からメラちゃん SP140 回始まります。はい、内容としては99分の1を140回の間に引けば大当たりということ。うわー、甘デジみたいな感じですね。もうそんな感覚ですね。だいたい 77% ぐらいですよね、継続は。そうです、ありがとうございます。 77% の継続率になってます。いいよ、いい継続率よ。 77% で続くれんで、メラちゃん。はい、嬉しい。でかいよ。で、鬼がかりラッシュ、ラッシュが5種類ありまして、はい、まあ、メラちゃんそのままノーマルモードでやっていただければなと。もう始まってるんで、はい、早い早い、まあ、早い、これはもうこんな感じで、はい、めちゃめちゃ早い。あの、バトルとかなく、はい、すごい。これがチャンス目だったりとか図柄煽りとかいろんなのがあるんですけど、はい、こういう感じ。もうはい、いろんな煽りがある中でバーンってもう図柄が揃う感じなんですよね。目まぐるしい。今でもカウントダウンがゼロになれば大当たり、はい、すげえ。で、図柄は赤図柄で揃えば1500玉以上、1500か3000か。3000か。で、青だったら、2ラウンドか3000か。あ、なるほど。ほう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 。で、全体で見ると80%が10ラウンド以上。なるほど、はい。で、そのうちの 25% が3000発。おお、さらにリスタートっていう文字が出ると、あー、惜しい。リスタートという文字が出ると SP 回数をまた回復させてくれます。なるほど、はい、これだから引きどころがね、やばい時にリスタート引いて、そう、 そうなんですよ、はい、3000発とかいくとね。そう、おー、あー、なぜならここはちょっと怖いね、それ。そうなんだ、ドキドキやん。うわー、早い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 。お願いお願い、めちゃめちゃ早いよ。え、メラやばいやん。え、やばい。え、ああ、え、もう終わるやん。どうなる、早い早い。え、お願い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 。ちょ、駆け抜けちゃう。やばいやばい、大丈夫。お、あ、やば。あ、10回転からね。ちょっと遅くなります。え、もう、ノーテンパイ。え、メラ、え、やばいよ。そのノーテンパイの時は勢いやばいから。そう、あー、いやいやいや、え、さあどうなんの？メラちゃん2分しか打ってないです。2分です。あー、よっしゃ。メラしかも、え、最初3000発ですよね。そうそう。え、マジっすか。でもやっぱりこうやって駆け抜けても、まあ保証はあると。いや、確かにな。これぐらい鬼がかったスピードです。いや、鬼がかった。鬼がかった。はい。すげえアドリナリンが出た気がする。アドリナリン。はい。昔、カイジも相当早くて。いや、そうですね。ホールでタバコが吸える時代で、はいはいはい、僕、あの、タバコ吸いながら SP 消化して、はい、駆け抜けて、またタバコの火全然残ってて。早っ。あるな。むちゃくちゃ寂しかった時ありますもんね。ありますよね。駆け抜けるのも早いけど、乗りに乗った時がやばいですね。出たらやばいっす。あ、じゃあ一回ちょっとメラちゃんも当たったので、はいはい、打ちますか、ジャンゴリさん。僕が行きましょうか、はい、そろそろちょっとやっぱり。わかりました。やっぱりね、はい、僕が見せますわ。じゃあ、はい、木村さんまだちょっと当たってないから、はい、じゃあ僕もちょっとまだ打ちますよね、多分。じゃあ続行でちょっと赤木にいいところで渡したいと思います、はい、あ、いいですね。はい、変わりました。お願いします。いやな、いやね、いいね。もうさっきもメラちゃんがもうほんまに情けない、すいません、この台のいいとこを全部台無しにするようなね、はい、そういう実践になってたんで、はい、僕がこの台の良さを、はい、僕もこの台に話しかけながらね、はい、コミュニケーション取って、はい、僕がギャンこの山下ギャンブルゴリラがねギャンブルゴリラであるゆえんをちょっと見せてやりたいと思います。確かに、はい、頼もしい。いきますよ。じゃあこれ赤木、俺らチャンス。お、もうこれほぼプライベートなんですよ、この絵が。あ、なるほどね。もう並びでよう打つんでね、普段や。あの、もう緊張が何にもないです。あ、リラックス、やっとリラックスできたってことですね。いつも通りや。かわいいね。めちゃめちゃ喋りかけてるやない。全然プライベートと違う。プライベートこんなんやないよ。プライベートもう前髪か携帯いじっとんやから。ジャンゴリさんが前髪を、前髪聞いてるんですか。
どうメラちゃん、はい、ドレミさんの横に垂れていけたわけやけど、うん、やっぱりちょっとど今日どんなお洋服着て来られるのかなって思ってたの今日はファーの可愛らしいお洋服で本当に良かったね。何その本当に良かったって何やねん良かった。でもほんまにバスの中でも、うん、はい、メラちゃん携帯のメモの欄にドレミさんに話しかけることをメモして、はい、えそれはマジでしょ。じゃあその二言はまず1個クリアみたいな感じだった。なるほど、そうですね、はい。かわいい、かわいい、ちょっと今のはかわいいかも。えメラちゃんはちゃんと準備していきますから。すごいですねでも、はい、いざ隣に座るとあんまり喋ってくれないから、ね、やっぱりね山下さん動きないですよ。えギャンブルゴリラ様、お前どんな短い時間で言うてくるの3日9を最低やなお前すいませんえ多分今マジで20回も回してないぐらいだから頑張ってるところすいませんそんな動きないですこんな短い時間で自分当たったから喋ることなくなったら丸投げしてきて動きがないですね。でもパチンコのオカルターとして私はオカルターなんですけど、はいはい、やっぱこうラッシュ駆け抜けた後ってもうちょっとチャンスゾーンみたいなところがあって、あ、はい、天国ゾーンみたいなやつですよね。ありますよね。しかも単発で駆け抜けちゃった時は、はい、ごめんねっていうのがある。あ、ごめんね大たりね、はい、じゃあ僕のオカルトを生かしていただきます、はい、僕名前が木村バンドっていうので、はい、結構音にこだわってまして、はい、あのサウンドなんですけども、はい、今これ4なんですよ、はい、5、6、7まで上げます。あ、なるほど。で7で打ち出し始めて、はい、入るまでに戻します一瞬7という縁起のいい数字を、なるほど、ね、この台にすり込ませる、ちらつかせるんや。なるほど、僕のこと舐めてきてるんですよそんな台が。あ、この人は何も演出出してないけど、はい、私のこと見てるって、はい、うん、思っとるんですよ、はいはい、だからあえてこう見てやらんというか。なるほど。で、なんかお前お子さんと見たらんぞっていうそういう気持ちを。ツンデレだ方ですね。ツンデレ。見てほしかったらなんかしなさい。ちゃんと見てない。はい、確かにそれは大事かもしれないですね。そうです。それで今ちなみにどこ見てるんですか。え、どこ見てるんですか。今2台隣のハンドルです。なんで僕の左隣のハンドル見せる。嫉妬しちゃいますよ。でもなんかちょっと遠。全然見てないけど何も僕にアプローチしてこないんで今のところは、今のところ、はあ、普通に嫌いなんかもしれないことがあと多分やけどそれおもろないでしょ、画面見られへんからあ、でもちょっとだけアプローチしてき た。あ、アプローチあざ笑われてるやんちょっと赤木変えてもいいですか。じゃあ赤木さんとタッチ交代ということ ですか。はい、はい、なんせ当てたらええんでおましやろ。この赤木はすごいっすよ。覚醒状態。僕5、6年ですけどおましやろ初めて聞いたんで本気ですねこれね。あれなんかすごい、ちょっと赤く、あ、扉が、扉が豪華ですよ。あ、これ飲食や。ここは移動しただけで大チャンスです。うわー、よっしゃー、ナイス。赤、赤で煽ってる。飲食は大チャンスですよ。大チャンス、大チャンス。いいよ赤。これ何に変わる。まずいこっからあるからね。こっち向いて勘弁してくれ。リゼロはもうステージチェンジだけでも激アツです。あれ、あ、でその上に膝枕ステージっていうのがあるんですけど、ここに行けばもう大当たりの感じですね。膝枕ステージ、これが見れた。すごいすごい。あ、届けないでくださいよ、こくん。いいね、すごい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 。ここ本来であればね、もう打たなくていいですよって言いたいところですけど、今は赤木の好きにさせて。ああ、そばで、うわー、金文字、赤木出た出た出た。しかも技術3に行った。これはちょっと本当のチャンスだ。チャンス、チャンス。うわー、これは拓郎のチームプレー成功か。やばい。先発からは2。さあ、こっからね、エレリア。いや、これはまあ発展はしますね。発展はしますね。僕も疑似練行ってます。スバル、あ、ジャンゴリさんの方にも。ジャンゴリさんも追いかけてきてる。はい、追いかけてきてる。いやいや、見えない、見えない。上のやつが。あ、とぼけないでください。とぼけないでください。大チャンスだったら本当に大チャンスだ。なるほどね。さあ、まずこれは絶望に抗えですけど、欲しいのはやっぱり激アツジャッジ。ジャッジがね。はい、あ、でも疑似さん行きました、ね。疑似さん行きました、僕も。おっしゃ、山下さん。何、赤木ボタン押したかったら押してね。あ、押さなくてもいいやん。うん、押してもいいよ。はい、はい、ここで絶望。あ、赤、赤いきましたね。あ、オッケー、オッケー。
シャーマン、シャーマン、お絶望に抗ってほしい。あ、これは欲しい。なんだ、あってもいいよ。赤のカットいいでしたね。あってもいい赤木、これはすごいすごい。うわ、抗え絶望に、抗えジャッジ、抗え赤木、イエーイ。確かにね、やっぱりちょっと金ね、金が出たんですけど、こんなにも欲しかったですね。いや、よかったよ赤木、ね、最後の熱いのがなかったです ねジャッジのところで欲しかったのよ。ちょっと俺のも弱いかな、とりあえず系が出てこなかったです ね。いやー、もういいのが見れたけど、あ、確かにボタンボタンなしに、ボタンなく外れてますね、山下さん。お守りでボタンはそう持ってたのに。あもう一発、もう今のだいぶ、左打ちに戻してください。通常時は何やね、右打ちはしないでください。ごめんなさい、びっくりした。当たったと思った、ね、台が真っ赤っかになっております。ここからは、はい、コンビの絆が試されます。はい、それでは参りましょう、はい、ダックチャンス。なんだ、チャンスや、チャンスや、タックチャンス、はい、さあ今から両チームにラッシュが確定された台を進呈いたします。お、はい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 、しかしラッシュを消化するためには私ドレミを笑かさなければいけません。なるほど、そのために、そのためにモノボケをね行ってもらいます。はいはいはい、もし私が笑わなかった場合、ラッシュ3分はい、できます。なるほど、はいはいはい、ダメだとしても3分できます。3分もらえる、はいはいはい、そして笑った場合は、終わるまでおできるということで、新しいちょっとルールが変わりました。今回今まであのこうモノボケいろんな種類があったんですけど、はいはい、今回ちょっと1個のアイテムでやってもらおうかなと。なるほど。1個でね、はいはいはい、共通の1個で、なんと、はい、こちらのドデカハンマーでやっていただきたいと思います。ドデカハンマーやったね。ちょっともう見えてたんですけど、バカでかい、あのゲンさんのハンマーです。はい、あのハンマー飛んでくるやつです。そうです、そうです、ぐるぐるって飛んでくる、はい、あのゲンさんのハンマ ー左打ちに戻してください。右打ちしないでね。もしかしてあれ押しちゃってるんじゃないですか。赤木ボタン押してる。ボタンは押してないです。あ、じゃあハンドルだ。なるほど、あっち押してない。じゃあ赤木、あの右打ちと床見るのだけやめてね。じゃあごめんなさい。赤木さん、さっきと同じように左打ちにしてれば戻るので、左打ちにしてれば怖っこれ。なるほど、怖いですよね、本当に。私もなんかドキッとしちゃう、うん、しかも疑似霊になってる。え、赤堀竜や、赤堀竜ちゃん、赤堀竜になってる。うわ、左打ちに戻してくださいで、赤堀竜になってる。初めて見る映像や。手止めれば大丈夫です。手離して、なんか怒られてる間に赤堀竜になってます。すごい、演出が見えない。あのやばい、赤木これ俺パチンコ番組で前代未聞や。激圧が左打ちに戻りました。あ、よかった。これ当てなはてなのかも激アツです。なるほど、これはマジで当たるかもしれない。うわ、頼む。これ見てからにしましょうか、はい、そうっすね、はい、うちは大チャンスですね。くー、7点敗とか来たね。なんかちょっとね、惜しかったです ね。いやでも赤城ほんまに大チャンス、これは来てる。さっきと同じ演出ではありますが赤保留ですからね。鬼がかってくれ。なるんだ。お、ここはまあまあ、はい、発展はするんですけれども、おお、えぐい音、すごいすごい、これですね、チャンス。あ、ここでね、これがだけでも大チャンスなんですよ。何が出る、赤いが押せ、はい、まずは、うわ、すごい音、音がすごいすごい、うわ、降りた降りた。さあ、金系のね、ド派手なの出してほしい。お、なんか、え、長くないですか。長い。あ、でもさっきと変わらない。こっからね、ボタンの時に出る可能性ありますからね。そうですね、押して赤木、よっしゃ、ま、そうですね、激アツジャッジが出る可能性が。金色を出して赤木、はい、金色を黄色押して、じゃ、青青、なんかこれ来そうだな。うねえ、なんかありそう、押しちゃおう。うわ、なんか、はい、あ、来ました。うわ、これこれ赤木、激アツジャッジ、激アツジャッジ、やばいやばいやばい、やばい、やばい。うわ、鬼族、鬼族、これはマジで来た赤木、やばい。頼む頼む、いけいけいけ、オッケー、やったー赤木、ありがとう、やばい、最強最強最強、これで赤木 55% の方を取ればどうなるんだ、もう俺らの価値もどんどん近づく、55、来い、最高にいい演出、素晴らしい、いかにも当たりって感じでいきましたね。気持ちよかったですね。
まさかこの当たりの前半が左向きに戻してくださいに見えないとは。なんか下だけで赤くなってて、パチンコ番組で初めて見た。さあ、こっから、へそでの 55% でラッシュに突入します。赤木、ここからは、はい、さっきの右打ちって呼ばれる、グッとひねって、グッとひねりゃいいですね、はい、ここでどっちになるかが決まります。ひねり放題、来い 55% 来い、金金金金、3000発、カモン、来て3000。よかった。でもここでも、ね、最後にまた昇格が、はい、昇格があります。残ってますか。頼むで、来てくれ。いやでもすごい、いきなり、いや気持ちいいですね。はい、右打ちしてください。右打ちします、はい、これで右打ちです。さっきの怒られ、もう今怒られないんで、これ大丈夫ですね。好きにひねり放題、ひねり放題です。思いっきりグッと右にひねってください。グッと右にひねっておいてくださいね。ひねり放題、あ、出ましたね、鬼がかりチャレンジ。鬼がきた。これそのまま右打ちしてくださいね。赤木、右打ちでいいみたいですよ。はい、あ、ここでも止めて OK です。はい、止める、止めて OK です。よし、これを頼む、頼む。そしたらもう、これで当たればもう1500玉もらえることになるので。いや、今の赤木ならあるよ。来い、すごい、お、すごい音。うわ、どうか、はい、行け。よっしゃ、これで、まあ、1500発は獲得。45%の方を引いちゃったってことよ。はい、45%。危ない、残念、45%。うっさい音おるぞ、隣。当ててないのに。いや、でも惜しかったですね。いや、でも赤木、よかった、いい仕事をした。惜しい。さて、じゃあタックチャンスをやっていただきましょうか、はいはい、そうですね。それでは、木村さんお願いします。3、2、1。大工の源さん好きすぎる、布袋寅泰。いや、いい、ね、あー、笑った、よし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 、いい、あー、なんかすごい、めっちゃ笑ってた、めちゃくちゃ笑ってた。すごい分かりやすくて、笑っちゃいました。あの、ダイナミックですから、このまま使わせていただきます。分かりやすい方がいいの、すごい、なんかふふってなるのはいいですね。それでは、メラちゃんお願いします。3、2、1、いくぞパチンコ玉大砲、ドーン。おお、やったやった。あの、モノボケ受けてなかったんですけど、顔一本で受けておりました、こいつ。よっしゃー、ベラちゃんナイス。こいつすごいっすわ。全然だったのに。大工の源さん、ダッシュ、はい、スタート。スタート。93%、終わらないよ。これ時間無制限っていうのはでかいですからね。うわー、確かに。あ、また入るか、どうなるか。入った。さあ、3、いけ、ここ。え、嘘嘘嘘、え、やばいよ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと大丈夫、無制限ですよ、時間無制限で。さすがに大丈夫、さすがに俺こんなんで終わったことない。これ何も仕組まれてないですからね、もちろん。で、ここ僕はちゃんと打って赤が見ます。はい、しっかりね、色変えるから大丈夫。ここで色が、色変えるから、に変われば、もう色が変わればもう当たりです。なるほど、変えろ、色緑に変えられば大丈夫、大丈夫。さすがに俺ここでは終わらへんから。変わっちゃった、え、はい、よかったよかった、変わっちまったか。ほんまに危なかった。そんな危なかったんや。めっちゃ怖かった。これで大当たりは確定です。になりそうだったんで。あぶね、あ、よかった。よし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 、ちくしょう。これ時間が決まってるとこの時間ももったいないんですけど。なるほど、なるほど。最後大丈夫よ、ここでボタン出ちゃうから、はい、なるほど。ここでまた復活するんで大丈夫です。 ありがとう。はい、押したか。よしよし、ナイス。どこまで行くんだ。とりあえずじゃあ出玉やから 20% も引いておきたいとこですね。そうですね、すごい解説が。さあ、そこでギャンゴリさんはその間にさりげなく当ててもらえれば。そうです、今一生懸命やってます。よしよし。意外とね、そこで当たって、はい、出玉的には3000とか1500とかこっちの方が多いんで、はい、そう。でももうだいぶ近づいてますよね、多分差が。 20% の、9ラウンドをどんだけ引けるかと。そうですね、レンチャンは終わらせない、大丈夫。なので20%、はい、いいですね。何これ、この速さがゲンさん。ゲンさん、ゲンさんはやっぱ速いんや。ゲンさんは速いし、継続率も高いんですよ。あ、これこれ、目まぐるしい。ミカちゃん、ミカちゃん、このタックチャンスあんまりうまくいった人がいなくて。へぇ、今まで1億も、まあ、あとは時間の制限もあったっていうのもあるんですけど。確かにね。なるほどなるほど、早めに終わってもいいよ。全然
僕ゲンさんは正直相性いいので。ああなるほど、ね、普段からゲンさんに家賃を払ってもらったことあります。なるほど、ゲンさんに助けられてきたんですね。本当にあのゲンの字と共に生きてます。そんなに、はい、オッケー。うわ、やばい、何連今ヤンゴリ様今4連目ですね。さあ、そろそろ 20% を引っ張っていきたい、うん、9ラウンドを引いてね。9ラウンド欲しいですね。まあでもまずは贅沢言わない、連チャンしてくれることが。やばい、ヤンゴリさん頑張って。ゲンの字はやるよ。頑張ってます。頑張ってるけど保留も何も変われへんねん。ゲンの字なんで。しかもね、ちょっとこうゲンさんの音が聞こえてくるからちょっと焦っちゃって。焦りますよね、はい。いいね、ヤンゴリさん、ちょっと嫉妬させてくださいよ、第2。え、よそ向いて、はい、最高だわ。ドレミさんとか見て嫉妬させてください。いや、もう男性の方で見えへんやん。ドレミさん見えへんやん。カメラマンさんで男性の背中やん。頑張れー。はい、孤独じゃないよ。ゲッチュゲッチュしてるけど孤独じゃないよ。なんか久しぶりにその遠くにいる相手と、はい、こう手振るっていいですね。いいですね。意外といいかも。学生時代思い出す、はい、思い出す。なんか懐かしい気持ちになりました。今たまに船の中とかね、船の上からこう謎に知らない観光客が来たりとかありますね。道頓堀クルーズとか。そうそうそう。あれなんで手振るんですかね。、はい、まるで自分が見られてるかのように。はい、オッケー、ありがとうね。それぐらいでいいよ。でもこれをメラちゃんがやればいいってことですからね、同じこと。あ、そうか、なるほど。あ、イゼロミッション。これ、ドレミさん、僕の中 の, あのオカルトで、はい、最初のファイナルジャッジを超えたら、はい、ほんまに勢いに乗ってくれるんですよ。あ、本当にそれはあの言えます ね、ね、あとね、最初のうちはネクストを使わなくていいんですよ。ほら来た9ラウンド、証言ゲッチュー。やばいやばいやばい、なんかすごいチャラ男になってますね。ちょっと急に証言ゲッチュー。息吹き返しました。1回目の時いつもの日村さんや。あ、いつもこれがいつもの僕です。ノリノリですね。やばいよこれは。結構9ラウンドやっと引っ張ってこれたんでかい。あのやっぱりね、こうファイナルジャッジを乗り越えた時って強いんですよね。本当そうですよね。やばい。とりあえず赤木1万発は目指すね。赤木1万は行きましょう。はい、早い。ギャンゴリさん、この音聞かないでください。あの焦っちゃうから。やばいやん、もうギャンゴリさん、10連いきました。いや、10超えたらもう永遠やからな、ゲンさん。はい、ネクスト超ゲンです。すごいすごい。さあ、9ラウンド引いてるのか、保留連の9ラウンドのか、どっちかわからない状態なんですけど。そうですね。ただ、超ゲンは確定してます。どっちでも嬉しいよってことですね。そう。あ、何分、5分間でしたっけ。9ラウンドでしたね。あ、時間は無制限です。無制限。私が笑ってしまったので。いやいや、ドレミさんの素敵な笑顔のおかげで今至福の時間です。なんかキュンですみたいなポーズやるんですよ ね。これ最近覚えたんですよ。めっちゃ喋るやん今。さっきまでそんなんじゃなかったのに。ローテンションやったのに。まあ確かにそのノリノリも伝わりますからね、ゲンさんに。いや、そう、メナちゃんと赤木はパチンコへ行ったことないからわからんと思うけど、ゲンさん打ってる人みんなこうやで。たまんない、ゲンさんは本当に。そうなの。ただ今日はリゼルのいいところも見せてほしい。はい、まあ、そうなんですよね。リゼロは頑張らないと。そう、早く終われよ、だからそっち。終わらない。9ラウンド、そっちばっかりリスペクトされてるからね。そうですよ、はい、やっぱゲンさんがいいってなったらかわいそうなんで、はいはい、いや大丈夫です、リゼロもいいとこ見せます。リゼロもね、リゼロ、ギャングルさん5000発突破です。やばいよ、もう早く終われて、俺周りに人誰もおらんねん。やっぱ孤独になってます。孤独になってる、占い通り。、はい、ゲンさんじゃなくてギャンさんも頑張ってください。誰も見てないやん俺のこと。ギャンの字誰も見てないですか。ギャンの字メインはリゼロですから、もちろん。じゃあ早終われって。だから、いやでもだってゲンちゃんがさ調子いいから。ゲン様、ここは大丈夫。ここ入って。私はね、じいちゃん結構弱い、はい、OK、あ、そうなんですか。このじいちゃん来るとやばいやばい。特にないんですよ、キャラの弱いは。あの強いはないんですけど、相性ですよね、はい、相性やばいやばいって。ドレミさんはじいちゃんが来たらちょっとやばいです、ね、そうなんです。だからね、この台だと同じキャラが2回連続、はいはい、同じキャラが来たら当たりとかあるんですけど、はい、このネクストって出てるのは次ももう当たり、大当たりが確定してるよって。うわすごいね、なんかこんな。ちなみに あの、あ、またほらじいちゃん出てる。じいちゃん、じいちゃん、じいちゃん、じいちゃんなんだ。じいちゃん、じいちゃん、すごいな、なんかいいね。わからんけどすごいぞ。すごいんですよ、見まぐるしい。V や。よし、もうすぐ家賃が払えるぞ。払え払え。これをメイク、あ、家賃ちゃうと、はい、家賃払えた。もう虜になっちゃいますね、パチンコ。ゲンさん虜に。
でもゲインさんが本当に早いと言われてたんですけど、はい、もうリゼロもっともっと早いので、リゼロの方が早い。ギャンゴリさん、はい、まだまだ望みはありますよ。ありますからね。いや、そんな慰めだけ言わないでください、はい、あ、やばい、なんかもうそういう感じになってる、モードがうるせえみたいな感じのゾーンに入ってますね。メラみたいにひねくれてますよ、ね、もうなんか片手間に喋りかけてくるんやったらやめてください。いやいや、だいぶメンヘラな、ネガティブになってるメラみたいに。そうですよね、メラじゃん、メラじゃん、メラじゃん。ここあー、okay、終わらない。本当に終わらないわ、終わらない。今ドレミさんがあー終わらないって言ったから終わってほしそうや、ね、いや違う、あーなんか終わりそうな雰囲気で終わらないっていう。あーなるほど。あのね、いい時のゲンさんは本当に終わりそうな気配で終わらないんです。うわー、もうネクスト出てるやん。出てます。わー、これは赤木目標の15連は確定したから、すごいな。ここからはちょっと本当に未知との戦い。新記録、ここからはもう自己新記録、どこまで行くの。いや楽しいですね、こうやって見てると。やっぱりやっぱね、やりたくなっちゃいますね。やばい。え、今何発？今が7500発ぐらいですかね。やばい。あ、表示でなんで、まあ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 、そこから気合い入れなあかん。そうですね、ゲンさん大丈夫。ゲンはいい、ゲンはいい。はい、落とした。ピロンピロン言いましたね。やばー、しました。すごい、何？ゲンさんって本当に一生終わらない感じがして急に終わるんで。そうなんですよ、気を抜いたらおしまいなんですよ。気抜かぬように、木村さん大丈夫です。僕こっからの戦いも知ってるんで、ね、ええ、指ハートやらんようにもう二度と。あーあー、これ終わっちゃうよ。終われ、抜かんといて。気抜いてるんじゃないの、乗ってんのこっちは。乗ってる、乗ってんねん。ほら、カンナちゃん、やめてよ、カンナです。すごっ、これすごいっしょ。違いがすごい、右と左の。確かに色が全然違う。確かに色が。ちょっともう誰も見てないから。いやでも、そのね、木村さんも初め単発になりそうで、はい、それを乗り越えたんで。本当にそう、諦めたら本当にダメだと思う。なるほど、ピンチを乗り越えたからチャンスになった。高校野球さあ、ここで いいけるいける。木村さんにピンチが来ましたよ。あれ、真っ黒になったの。ファイナルジャッジ、ここ乗り越えたら本物。なるほど、頼むよ、終わってくれ。これは弾無駄とかないから、打つから。一緒に乗り越えようね、乗り越えて、一緒に乗り越えよう。お願い、終われ終われ。緑でいいよ、大丈夫大丈夫、緑でいいよ、終われ。緑ちゃん大丈夫、緑ちゃん、緑ちゃん、緑ちゃん来て。もう何でもいい、変わってくれたらいい。色は変わらなさそうですね。ここが本当の勝負だわ。確かに本当の勝負です。ここだ、終われ、お願い、大丈夫。こん時だけ右手、よっしゃ、まだラストあるかも。まあ、まだある可能性ありますね。オッケー、8195玉で。いけるよ。いや、でも全然、はい、いいよ。20、いやすごい、20連かな。それではお願いします。はい、お、赤木さんの方に白毛の、はい、赤木、白毛の。それでは右打ちしてください。はい、右打ち、いいね。ちょっと頼む、メラちゃん、おっしゃ、メラちゃんがオッケー、一発でオッケー、幸先よし。あ、またまたまた、またやってるって。赤木邪魔してくんなよ。またやってて、オッケー、やり打ちせ、メラちゃんいいよ。ありがとうございます、ギャンゴリさん、ありがとうございます。うん、終わってた、終わっとるやないか。オッケー、左打ちしてください。いいよ、ちょっと強く打ち、赤木強く打ちすぎてるから、行こう。あ、お、いいよ、あ、これはもう、あ、やりました、終わった、9ラウンドじゃん。え、なんでこっち向いてる、なんでこっち向いてる、メラ、え、メラちゃん、なんでこっち向いてる。見てください。オッケー、超限、超限、オッケー、超限早いけどね。いいよ、早い段階で引いてるけど、オッケー、いいですよ、ずっとびっくりしても右打ちしてくださいね。わかりました、明るい、あ、あら、だい、え、あ、音なかった今、なかった、オッケー、ブオブオ、うわ、びっくりした、違和感みたいな ねびっくりした。なんかちょっとメラちゃんもさっきの赤木さんみたいなことしちゃったのかなみたいな、ね、暗闇みたいになりましたけど、はいはい、ハラハラさせた、ね、無音でしたね、ハラハラさせられたですね。でもネクストで安心欲しいな。お、保留変わってますね、赤木さんの方。上昇上昇上昇、緑緑、まあ、こっから緊張感でもらって、同じキャラやから。メラちゃん着々と進んでいます。メラいいよいいよいいよ、いや
8195玉を超えないと、はい、8195、はい、まあでも、まあ、とりあえず並んでも並んでもいいですからね、そっちはリードしてますから、ね、並んでもいいですもんね、うん、あとはどれだけこう定まというかね、打ってる球が使ってる、はい、おー、オッケー、ミナちゃん、ナイス、ミナちゃん 20% に行くの、いいよ、ミナちゃんの方が強いわ、うわ、これやっぱレインよりこっちも大事ですからね、そうですね、出玉ってなると、本当に歌ってますね、歌ってますね、男の人の声が下ハモリみたいなのが入ってる、結構いい声、メラちゃん歌うまいですよ、テノール歌手がいる、メラちゃんふざけないで、あ、はい、ふざけたら終わるよ、ふざけたら終わる、はい、あ、オッケー、すごい、すごい、それはやりすぎやわ、メラちゃん必要ですよ、必要や、よっしゃ、本当に助っ人やん、いや、これちょっと引き強いな、20% 持ってくるのは、ね、めっちゃ強い、メラちゃん、だってメラちゃんが当ててくれたし、はいはい、ギャグもやってくれたし、はい、で、これもやってくれて、はい、俺はめてるだけやもん、ただ確かに、ジャンゴリさん何もしてない、俺何にもしてないこれ、ベイアンだったら負けてましたよ、これベイアンやったら負けてた、はい、で今日はメラちゃんが乗ってるっていう、乗ってるっていうね、あ、そう、はい、だからもしね勝ち上がった場合は次はギャンゴリさんがうまくいくかもしれないし、そうですね、そうですね、勝ち上がったでもな、はい、俺メラコンビも継続かもしれへんし、ね、確かにギャンメラコンビ、ギャンメラコンビ、ギャンメラコンビ、いやでも私こうやってなんかこうお二組ともねこう、はい、たくさんお話ししていくと、はい、なんかどっちも勝ってほしいってなっちゃうんですよ、なんか寂しい寂しいってなっちゃうあオッケー、危なげないっすね、なんか余裕ですね、いいよメラちゃん、ちょっとメラちゃんのやつ良さそうやわ、はい、もう4000くらいいった、はい、めっちゃ、今なんぼだろう、3500、上見てもわからないですよ、あ、書いて、3900です、おー、すごい、はい、でも7連でやから、もう半分来たから、もう半分来てる、あと半分出せばとりあえず OK、 出るわ、ねえ、すごい取れてる、オッケー、すごい震えてる、っていうのもね、振り分け強い、はい、わ、赤城はね、もうマイペースにさっきののんびり打ってたのが良かったから、うん、なるほどね、左打ちだけ怒られ、右打ちだけね、怒られなければ、怒られないように、怒られないように、オッケー、なんか、メラちゃんの、メラちゃんいいよ、おっしゃ、めっちゃ打ちたくなりますね、そのまま、そのまま、ありがとうございます、見てる見てる、いや、ゲンさんのこれは本当に打ちたなるんですよね、打ちたくなりますよね、おっしゃ、来い来い、最悪今から名古屋帰ってゲンさんなら間に合うかな、ゲンさんですもんねゲンさんなら打てちゃいますから、ね、いや、リゼロでもでも間に合う、リゼロもね、確かに、ただ、今日からなんで、はい、リゼロ空いてないだろうな、空いてないんじゃないかなっていう、ね、なるほど、うん、やばい、順番は、順番通りや、俺、あー、あ、まだ分からん、大丈夫、大丈夫、まだ分からん、あいつね、終わりやすいんだよ、大丈夫ですか、社長ですよね、社長、大龍、大丈夫、まだまだ大丈夫、まだ分かんないですよ、うん、これを入れて、見て見て、はい、見て、色が変われば、色が変われば、あら、変われば、変わればもう濃厚、ここ超えたら強いけどね、変わって変わって、変われ変われ、頑張ろう、いいよ、頑張って、振り分け良すぎたんじゃない、ありがとうありがとう、ちょっとね、先に引きすぎちゃったかな、そう、先にレンちゃんより振り分け引きすぎたんじゃないか、ありがとう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 、メラちゃん、はい、もう話していいよ、え、終わった、ボタン、最後の一撃ボタン、ボタン、おい、あー、よし、高木メラちゃん終わる、メラちゃん終わる、大丈夫、まだここで、え、ここでボタン直りが、勝ちや、おい、あー、よし全然、俺の方が全然出た、メラちゃんより、イエーイ、よし、勝ち勝ち、落とそうとしてたのが、やばい、残り時間30分になりました、やばい、ちょっと赤木どうする、30分残り打つ、うん、かまるっていうのも手やで、あ、任せようか、ここは OK、 木村バードさっきやってたじゃん、20連打ったから、うん、17連が17連刺したから、あ、そうですね、今引きが残ってるかもしれない、今引き調子戻したかもしれないから、最後交代しようか、行こう、 OK、 お、あー、ちょっと大きい音鳴りました今までで一番大きい音鳴って、一番大きい音鳴りましたね、あ、赤です、赤、ボタン押した、あー、動いてきた、赤のロゴ変動開始でもちょっとチャンスです、わー、やったやったやった、あー、疑似連行ってほしいな、そうです、あー、行きそうですね、でもどうなんだろう、どうなんだこれは、
疑似連しそうな感じですね。あれ疑似連がなくなった。あ、なくなってます。え、疑似連おる。あ、いますいますいますね。 います。いや、これは全然ありますよ、まだ。どうしよう、はい、疑似連、はい、とりあえず疑似連ね。で、これロゴが変動の途中で赤で同じようなことが起きれば 50% ぐらいあるんで。お、はあ、お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 、来い、来い、あ、あ、えぇ、お、あ、あ、これが慌てる慌てる。あ、こおい、なんこっちもミントどこ行くねん。ミジさん行きますね。どこ行くね。あ、あ、手も出てきました。出てきました。赤い。頼む。お、あ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 、頼む。あ、あ、あ、頼む。やばいよ。頼む。おっしゃ。変わって早々やばいよ。お、エミリア。赤文字でしたね。いや。あら、これは発見はしますね。ちょっとやばいよ。え？え、ちょっと。あ、降りた。なになに？はい、これで落ちましたよ。発展です。嫌なんだけど。オッケー。頼む。やばいやばいやばい。おお、鬼がかり。鬼がかり。何これ？鬼がかり。鬼がかった。うわ、うわ、やりました。やばい、ちょっともう。いや、待って。じゃあ、鬼がかり。鬼がかりをつきましたので、ありがとうございます。鬼がかったやり方 SP、本家最強リーチに発展です。これは、これ変わるよ。何色？うわ、やった。鬼。鬼好きの巨大鬼。うわ、やばい。ちょっともう巨大鬼保留。え、打ち出すタイミングわからなくなった。さらにそれで激アツジャッジとか絡めば最高ですね。もう打ちます。なんか嫌な気持ちですけど。打って打って。うわ、ギャンゴーリさん、ありがとうございます。最後に、いや、まだ分からんよ。でもまだ、あ、え、そうか、まだ分からないですけど、だいぶ熱いよ。ただ鬼がかったやり方 SP は何かチャンスアップが一つでも絡めば、はい、もう大当たりの子なんです。なるほど。必ず君を救ってみせる。救えるか。どうかな。やったー、やりました。やっと来たか。鬼がかりも来ました。やりました。ありがとうございます。ちょっとやばい。ちょうど600。あ、きれいきれい。ちょうどやりました。ゾーンでしたね。ゾーンでしたね。ゾーン、ちょうどゾーン、ちょうどゾーンなん。これがでもラッシュに入れば、はい、さっきの木村の、いや、本当に、はい、これで 55% 鬼がかってます。だからさっきのレムがこっち向かなくても鬼がかり予告が来ることもあります、ね。はいはい、よっしゃあるんですね。こっからうわ、へそでの 55% を引けているか。おで、さっきその激アツジャッジを赤木さん見せていただいて、鬼がかり予告だから、いろいろ見て、ここで3000になることも、はい、あ、ありますあります。もういいよいいよ、やばい。どっち見るか。上優勢、上優勢よ。したーよ。でもまだ分かりませんよ、ま、最後にチャレンジが残ってますからね。さあ、そこやな、はい、マジで。あ、来た、あ、来た。どうなんだろう、なんかどうなんだ、どうなんだ。頼む、頼む。 55% ですよ。 55% 2分1以上。やばい、チャンスあり。やっぱりこうあれなんですかね、こう初めに決まらないと厳しいものがあるのかな。確かに。最悪や、先行みたいな。まあ僕なんてどうせこんなもんですよ。キャンプさん、 YouTube 回ってるから顔顔。ごめんなさい、元気出しましょう。さあ、終了の時間です。うわー、くそー。さあ、手を止めてください。うわー、どうなんですかね。どうなんだろう。初戦リーグ第4回戦の結果発表。おー、お疲れ様でした。あー、怖い、わからん。豪快キャプテンさんチーム、今回ね、はい、メラちゃんが協力ということで、はいはいはい、タッグマイナス1536玉。え、1536玉、1536マイナス、意外とそんなにマイナスじゃない。確かに、はいはいはい。そして拓郎さんチーム、はい、マイナス905玉ということで、翔さん、拓郎チームです。いや、まあでもすいません、ありがとうございます。でも600玉ぐらい、いや本当に、うん、まに僅差やったんや。もうちょっと赤木が右打ちしてたら負けてましたね。いや、確かに序盤の木村さんの打ち方とかもあったかもしれないですね。でもほんまにあの木村バンドの方が長かったから、時間が。確かに確かに、そうですね、あの時間打ってた分
ぐらいじゃん。わ最悪や。くそメラのせいやん結局。メラのせいこれ。メラのせいこれ。そうメラやん。メラ。あ本当にそうやって考えるとちょっとのね積み重ねでしたね。そうですね。悔しい。それでは敗北した東海キャプテンのお二人には、はい最後に無茶ぶりのパチンコにちなんだ一発ギャグを披露していただきたいと思います。はい。はい CR メラ。あれ CR メラ。当たれ当たれ当たれあ熱い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 大当たり当たりやったーあ25玉や出玉少な少なお疲れ様でしたお疲れえ面白い払い戻し25玉でしたよ結構激しい演出でしたけど ねチャリキーンみたいなキュインみたいなあったのにそれでは見事勝ち上がった拓郎のお二人はいおめでとうございます。ありがとうございます。いやまあ本当にやっぱ僕はパチンコ大好きで勝ち上がれたのは本当に嬉しいんですけど、やっぱよく言えばね、ちゃんと当たって、ちゃんとこう勝ちをプラス定まで終わらせたいなっていうの心残りなんで、はい、まあ勝ち上がらせていただいたんで、はい、次は絶対にこうプラス定まで終わりたいなと、ねはい、思います。高木さんはどうですか？そうですね、僕もちょっとこのねハンドルの回し具合がいまいちねピンときてなくて。いっぱいなんか右に飛ばしてね行ったあかんとこにいっぱい球飛んでたんで、うんはい、多分こう回を重ねるごとにね、うん、こうそんな細かいミスがねこうダメージになってくるんでもう二度と右には飛ばさないようにいやでもどんどんそれでそれで優勝したらすごいですよね確かにね、そうっすね赤木が成長していくパチンカーとして成長していく様を見せれるかもしれませんからいやでも楽しみです次回も、はい、さあ初戦リーグ第4回戦勝者は拓郎のお二人でしたありがとうございます次回準決勝リーグ第1回戦もご期待くださいそれではさようならありがとうございました